石渡騎士 FM ピッカラの佐藤さんです。高柳城の美村は自然の中でのんびり過ごせる農村リゾートです。黒姫山から湧き出る温泉が評判なんです。気持ちいい。里山の自然を満喫できるサイクリングもおすすめです。おい、景色いいですね。柏崎に南国？廃棄物処理で発生した熱を利用してバナナを栽培しています。皮ごと食べられます。うん、皮がもっちりしていて芳醇な甘みがたまらないですね。夏の柏崎で海を眺めながらのバーベキューはいかがでしょうか。この開放感と景色、贅沢ですね。外で食べるとより一層美味しいですよね。うん、探検柏崎市。